とイコールサボア県にある湖世界屈指の透明度で知られ、また、スイスにまたがるレマン湖の内フランス領有部分を除けば、ブルジェ湖に次ぐ、国内第二の湖でもある。アヌシー湖はおよそ1万8000年前、ダイアルプス氷河の誘拐に伴って形成された。水源としては、周辺の山々に発するイール川、オーモールト川、ロードン川、ボルネット川、 ビオロン川等の複数の消火栓が流入するほか、水深82メートル地点の固定にある、ブビオ湧水からも水がコンコンと湧き出している。湖の東西は山地に挟まれている。東のボルヌ山地には、標高2351メートルのトゥルネット峰を筆頭に、ダン・ドゥラン・フォンボン、ベイリエール山、バロン山があり、西のボージュ山地にはセムの峰や、 ロックでブーホーがそびえ立つ。一方北側には、アヌシーや、アヌシーイコールルイコールビューといった、市街地が広がり、南側は、ブデュラックへ続く峡谷が、ファベルジュ方面に伸びている。湖からは、ティウウンガとバッセウンガが引かれ、豊富な湖水が流されている。これらは後に合流して、アヌシーの北西1500メートルでフィエール側に注ぎ、さらには、ローヌ川に至る。 1960年代に始まる環境規制により保全されたアヌシー湖は非常に魅力的な観光地であり様々な水上スポーツのメッカとして高い知名度を誇る。ありがとうございます。